株式会社モノフルは物流向けソリューション開発を行う企業。先進的物流施設の大手プロバイダーである日本 GLP のグループ会社の出資により2017年11月に設立。物流テックに関するスタートアップ企業に VC 投資も行う。コーポレートミッションはロジスティクスエコシステムの創造。物流施設や工場などにおける トラックの長時間待機問題を解消するトラック、受付、予約サービス、トラック簿の提供を開始し、旧車休暇システムの廃車プラス、倉庫スタッフ求人及び勤怠マネージメントのデジタルシステム、適材ナビといった物流サスプロダクトの開発、オープンな業務提携、プロダクト連携やスタートアップ投資を通じて、物流業界全体の課題解決に取り組んでいる。 モノフルの名称の由来は、モノで溢れているという物流の現状を表す意味に、加え、我々が目指す未来の物流の姿である、単一のプラットフォームで遂行させる、実行する。モノフルは、東京大学先端科学技術研究センターに設置されている、先端物流科学寄付研究部門への支援を通じ、同研究部門が目指す、物流業界が抱える。 課題解決のためのサイエンスで物流の未来を作ることのできる高度物流人材の育成をバックアップしている。モノフルは次世代の物流を作るための3つのサービスを提供している。トラックを月額基本料0円から受付、呼び出し、実績の見える化を実現。工数が軽減されるだけでなく、待機時間削減を目指す予約プランも導入。廃車プラス、 簡単な操作で廃車計画を作成し、指示書などの帳表類もボタン一つで送信可能。他拠点や協力会社との情報共有だけでなく、新たな取引先とマッチングも実現。適材ナビ、システム上で人材派遣会社や紹介会社と連携し、スタッフ受付や勤怠管理もデジタル化。人材確保と管理にかかっていた無駄な業務負荷を削減。 物流業界が抱える課題や多様化するニーズに応えるために企業とのパートナーシップを強化し世の中の物流を変えていくロジスティックスエコシステムを推進している。アイオイニッセイドは損保、トランコム、パスコ、フレクト、ラとともにロジスティックスエコシステムの価値向上や物流業界のサポートを行っている。エアークローゼット、オンラインファッションレンタルサービス、エアークローゼットを運営。 女性向けのお洋服が借り放題のサブスクリプションサービススマートドライブ自動車やバイクなどの移動体のセンサー情報や車両や保険などの周辺情報を一気通貫で分析する移動にまつわるデータプラットフォームを展開スコロジスティックス XIT のスタートアップ企業として物流リソースの最適配分を支えるというミッションのもと 倉庫を借りたい企業と貸したい企業と全国規模でマッチングするウェブプラットフォームスコー展開。テレイグジスタンス、インターネットで人とロボットを接続し遠隔から自分のもう一つの体としてロボットを自由に操作できる技術を開発する企業。テレイグジスタンス技術を活かして人々が空間の制約を超えて職場に行かなくてもどこからでも労働力を提供できる。 労働基盤、オーギュメントワークフォースプラットフォームを構築。企業情報。株式会社モノフルすべての人に最適な物流を。2021年7月21日閲覧パートナー。株式会社モノフルすべての人に最適な物流を。2021年7月21日閲覧ありがとうございます。